ちよちです。こんにちは、えっちゃんです。まあ、今回は何を作りますかと言いますと、はい、ギャラクシースライム。ギャラクシースライム。キラ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 な感じで。まあ、とりあえず材料紹介いってみよう。材料はいつものスライムの材料とこちらね、洗濯のり、ホウ砂、まあ、ボール、じゃーん、グリッターラメ。スライム作り俺に任せろ。洗濯の量まず入れます。はい、おーすごい。そうそうそう、手広がいいんだ。感覚です。もうね、早速のりにもうそれ入れる。もう入れますよ。入れさせて。何入れさせてよ。何、君の入れたいのが伝わらない。僕どれぐらい入れたいんだ。やった。中学生。ここら辺の色ギャラクシーっぽくないですか。あ、まあ、ギャラクシーってね、はい。お、キラキラしてる。うわまだ、うわ青色ね。うん、キャー、こんなもん。紫のなんか白っぽい紫。これ一番ギャラクシーっぽいよね。ほんと、じゃあ多めに入れます。うわ、ん、あ、すでに綺麗。うわスライムの天の川。ギャラクシー感出てるよ。もうもうギャラクシーじゃないか。金、金の画角シーザーのか。実はあったんや。なに、やーキャー、金箔やで。これ石川の金箔知ってる。石川県の。なにそれ。え、知らないの。なにそれ。ショック。入れろ入れろ。やばい、これやばいぞ。どうするこれ。こんな、いや、やっぱギャラクシーだから、うん、ラメどんだけ入れても吸収できるんですよ。こんな色が残っております。全部入れましょう。全部入れたら何色になるか気になるからね。うわどう、うわうわ、入り終えました。混ぜるぜ。うわやばいよこれ。アートです。ギャラクシースライム。これがこれをこうやって混ぜます。黒い、ほら青とか金色とか赤とか緑とかいろんな色のラメが入ってるんですよ。いろんな可能性を感じるスライムだね。どうだーこれは。やばいよこれ。うん、なんか砂のようなキラキラの砂。さすが、何回もスライム作った時ありますね。当たり前だ。こんないろんな色にキラキラしてるのに、こうやって見ると銀色に見える。すごいですね。うわー、ギャラクシースライム、すごーい。ふふら、くる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 、ぽにょぽにょ。どうでした。まあ、スライム博士的に色ですか。まあ、色はともかくですね、はい、すごいラメがね、もう、おお、実物はめちゃくちゃすごい綺麗なんですよ、うん、まあね、成功なんじゃないですか、これは。もう大成功でございます、はい、皆さんね、実際作ってみてください。いかにね、すごいスライムができるかわかると思います。面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日の午後4時にお会いしましょう。またねー。またねー。めっちゃ身長より伸びるね、これ。